はい、それでは今回の動画なんですけども、100コンボ行ったらトロフィーもらえるのは結構知ってる方は多いと思います。では、1000コンボ行ったらどうなるのか、ちょっと気になりますよね。ちょっと今回検証してみたいと思います。1000コンボ。1000コンボ、実はね、これ結構簡単です。はい、簡単にできます。ちょっと下準備いるんですけれども、下準備さえできれば簡単にいきます。はい、こちら100コンボのトロフィーあるってことは1000コンボもあるんじゃないのかな？じゃあちょっと検証したいと思います。はい、では使う魔法なんですけれども、インペリオをメインで使っていきます。あとはグレイシアス。こちら、この2つを使います。今回は。で、敵によってはアレストモエンタムとか、はい、こちらレビオーソなんかも、敵によっては使えるかなと思います。はい、あと装備なんですけれども、防御力だけ必要で攻撃力はいらないんで、外していきます。攻撃力のついた装備。はい、これで外れましたね。攻撃力0。そして、まあ、装備は3箇所つけていきます。防御力だけね。これでいきます。はい、それではやっていきたいと思います。近くにね、ダグボックいたんで、これを、狙ってやっていきたいと思います。2体いるとね、結構面倒なんで、面倒というかね、結構失敗します。なので、1体を倒して、まあ、残り1体、1体に集中してやっていきます。はい、これね、狙う敵、結構、どれでもいいかなとは思うんですけども、でかくない敵、トロールとかはね、厳しいと思います。このやり方だとね。はい、それではやってきます。まずね、普通の攻撃なんですけども、ダメージ1、そして4発目が11ですね。そして動き止めるのにグレイシアス、そしてインペリオで、これでまあ、言うことを聞かせる。まあ、動かなくなるんで、インペリオを聞いてる間は、この間に攻撃していく。そしてちょっとね、クールタイムの間に動いてしまうんで、その動きを止めるためにグレイシアス。はい。インペリオを出して、その後、しばらく経ってからグレイシアスからのまたインペリオ。この、連続です。はい。ちょっと見ていきましょう。まだ大丈夫です。右下の、まあ、クールタイム、インペリオ、もうちょっとで終わるんですけども、その前にね、溶けちゃうんですよね。動き出す。そのタイミングでグレイシアスを出す。はい、止めて、こっから、インペリオを出す。はい。で、これね、グレイシアス使わないやり方もあるんですけども、集中薬を使う。そうすると、まあ、インペリアをたまる速度が速くなるんで、グレイシアス必要なくなります。もうコンボ100超えましたね。はい、簡単です。あのトロフィーは簡単です。で、問題はね、コンボ1000ですよ。1000いったらさすがになんかあるでしょ。まあ、ちょっと期待しつつやっていきたいと思います。もしかしたら途中の500とか、ワンチャンなんかないかなとか思いつつ。はい、まあ、この繰り返しなんで、ちょっとね、単調ではあるんで、まあ、時間もね、一応かかります。なんで、この辺からもうちょっとしたら早送りしますね。まあ、容量はこんな感じ。で、距離もね、ある程度取ってないと、敵が動き出してすぐ攻撃が来るパターンがあるんで、攻撃1回でも受けると、コンボ止まります。はい。なんで、このぐらいの距離で保ちます。少し下がってからまた攻撃、みたいな感じで。はい。あんまり下がりすぎると、攻撃のターゲットから外れちゃうんで、まあ、このぐらい、だいたい距離。はい。じゃあ、この辺から早送りしていきましょうか。いやー、どうなるんだろう。ちょっとね、僕も初めてのチャレンジなんで、あと、ちょっと記録も狙いたいですね。どこまで行くかね。はい。では、1000
さあ、もうすぐね、目標の1000なんですけども、途中のね、300とか500とか、途中は何もなかったです。さすがに1000はなんかあるでしょ？お願いしますよ。もうちょっと行く。あと5発。お願い。なんか来い。なんか来い。うわあ、なんも来ない。あれ、セーブ入ったな。自動セーブ関係ないか。何も来てないな。これトロフィーの表示もなし。まあ隠しトロフィーとかさ、なんか、まあなんかあるかなと思ったんだけど、まさかの何もなし。ねえ、なんかあってもいいよね。まあ、ここまで結構時間かかって、結構頑張ってやって、なんもなしか、痛いな。まあ、じゃあもうこうなったらね、記録を狙います。どこまでコンボ伸びるか、記録狙っていきます。はい、あとね、ダグボックの生命がね、もう半分切ったんですよね。なんで、どこまで行くかな。2000はちょっと難しいかもしれない。はい。なんで、まあ、いけるとこまで、とりあえず、まあ、チャレンジしてみたいと思います。はい。まあ、夜がね、だいぶ明けかけてる。明るくなってきかけてる。今、コンボ1700超えたとこで、あと、ダグボックの生命が、まあまあ、ミリ。もうちょいだね。いやー、これ2000行きたかったけどね。まあ2000はまあ行かないだろうなとは思ったけど、はい、もうちょいです。はい、倒しました。1727でコンボ終了です。はい、ここまでちょっとね、まあ行けるとはちょっとね思ったていませんでした、ぶっちゃけ。はい、どっかでミスるんじゃないかなってね、途中手に汗握りながら、どっかでコマンド、ボタン操作ねミスったら終わりなんで、ちょっとドキドキしながらやってたんですけども、まあなんとかね、一応記録1727ということで今回、終わりましたね。はい、ということで、まあ、コンボ1000では何も来なかったという検証になりましたけども、はい。この記録、もしね、破ってもらえたら、ぜひね、破ってほしいなとは思います。はい。それよかったらチャレンジしてみてください。もしかしたらね、他の敵で、もしかしたらもっと行く可能性があるんで、ダグボック以外だとね、はい。それではまたホグワーツ動画出していきたいと思います。よかったらチャンネル登録などお願いします。